日本ハム万波、完全にスランプ。オープン戦成績、1割6分7厘、0本、1打点、OPS417。昨季成績、打率2割6分5厘、25本塁打、74打点、ゴールデングラブ、ベストナインな OPS788、外野手でエラー7個、三振王。ロマンはあるが。万波完全にスランプだ、二軍時代に戻りつつある。欧州代表戦も、外すらに怪しい空振りしてた。活躍したの去年だけだから、なんとも言えん。実は去年終盤からちょっと怪しい。まあ、守備があるのが良いよな、守備ない奴は、打てなくなったらゴミだもん。オープン戦なんかこんなもんや。去年一昨年とオープン戦で、ホームラン数1位とかやろ。本来は、オープン戦で、ついに覚醒かと思わせて、シーズン入ると打たないのが万波やったんやぞ。万波確変ならいよいよ、パリーグの若手打者が暗黒すぎてやばいやろ。まだシーズン始まってないのに、見切りつけるの早すぎや、オープン戦の間に状態上げてくれ。